はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10オフライン続きやっていきたいと思います。あとね、職業が5個あんだよね。まあそれもそうだし、まあここ行こうか。レーンの村で瀬取り村長の娘ルベカが何か悩んで、そこに行こう。ここですね、ここだ。あなたは旅の人だよね。私はルベカ。そちらの名前も聞かせてくれる？ボッコって言うんだね。じゃあボッコ、私の話を聞いてもらえないかな。この村には慰霊碑の逸話というのがあるの。結婚するはずだった男女のとてもとても悲しい話。ダーリアさんっていう花嫁が結婚式の直前に海で身を清めようとして溺れて死んでしまい、花婿も後を追って亡くなってしまったの。でもウェディが海で溺れるなんて普通じゃ考えられない。これには何か真相がある気がするの。私はそれを調べたいから、ボッコの力を貸してくれるかな。はい、ありがとう。力を貸してくれるのね。早速原因究明に乗り出したいわ。せっかくだから本格的に行きたいの。僕は今から私の助手役ね。私はそうね。少女探偵ルベカちゃん。こんな感じで行こうかな。では、ここ、助手のボッコくん。まずは基本に忠実にダーリアさんの事件当時の資料を集めることから始めてほしい。お父さんじゃなくてセトリー村長に聞き込みを頼む。やってくれるかね。もうやってくれるかね。助手はそのように素直でなくてはな。ではダーリアさんが生きてた当時のものが何か残ってないかセトリー村長に聞いてみてほしい。東大元暮らしというだろ。真実とは案外近いところで見つかるものなんだ。セトリー村長。これか。ルベカちゃんと話してくれたようだな。これで少しでも元気になってくれるといいんだがな。む、村長の足に何用があるのか。何、ダーリアが生きていた時の資料は残ってないかだと。あるとしたら村人の名簿くらいのものだが、なぜそんなものを探してる。おう、ルベカちゃんの頼みなのか。それを早く言ってくれねば。ちょっと待って、俺。おい、メーデ、村人名簿の古いやつをどこにしまったか覚えておるか。あら、50年以上前の古いものはだいぶ前に捨てませんでした。そうだった、ヒューザのやつに捨てに行かせたのを忘れとったぞ。ヒューザ。ふむ、この事件の手がかりは村長さん、村長により闇に葬られようとしていた。さりとて村長が犯人とは思えない。おう、ルベカちゃん探偵ごっこかね。お父さん、セトリー村長、その村人名簿をどこに捨てたのかをこの私に教えてくれるかね。うん、確かヒューザがレーナム緑野にある忘却の洞穴に出かけるときについでに捨てろと。うん、なるほど、そういうことか。この真実いただきます。私の推理によれば、意外と律儀なヒューザは言われた通りその洞窟に村人名簿を捨てたと見て間違いない。聞いていたかね、ボコ君。ダーリア事件の重要な手がかりが洞窟の中に眠っていると分かったぞ。ここから助手の仕事だ。頭を使うのは私、肉体労働は君が担当。これが最も効率的なやり方さ。私はここで待っている。レーナム緑野にある忘却の洞穴を奥の奥まで調べてきてくれたまえ。はい、忘却の洞穴なる場所まで来ましたと。魔物が地面から何かを掘り出したようだ。キーキーキー。なぜいきなり土わらしか。古代土わらし。でかっ。いきなり戦闘ですね。お、連撃全部。おーおーおー、3900だって。強いな、こいつ。ボスか。
ああ、避けんな。紙の束を落としていった。さて、とうに絶滅したと思われていた土嵐の原生種、忘却の洞穴の地中から復活し現代の土を踏むこととなった。太古の地層から目覚めたが、子孫である現代土嵐が大した進化もしておらず残念な気持ちになった。いつあったんだろうね。よくぞ戻ってきたボッコ君。私の推理によれば、君が戻ってきたのは古い村人名簿が見つかったからだ。早速私に見せてくれるかね。はい。どれどれ、ふう。なるほど、なるほど。ダーリアさんの名前を見つけた花婿のレグさんも一緒に乗ってるわ。二人の関係は夫婦って書かれてる。つまりこれは結婚式の直前に作られた名簿ってことで間違いなさそうよ。あれ？ほら、ここのとこ一人だけ名前が消されてるみたい。他の名前の他は残ってるね。性別は女で年齢は10歳。10歳の女の子。あ、ぼーっとしてごめんね。おかげで重要な手がかりが見つかったみたいよ。でもこの続きはまた今度にしたいの。今日はここで終わりね。私の助手をやってくれてありがとう。俺にこれもらってくれる？ほい。あれだけやって銀貨2枚だね。命落としかけるね。そう、それじゃあしばらくしたらまた来て、ボッコのこと待ってるから。はい、しばらく経ちました。あ、ボッコ待っていたのよ。少女探偵ルベカちゃんを再び調査を始めようとしていたところなの。助手の力が必要だわ。もちろん今日も私の助手をやってくれるのよね。はい。やってくれるのね。ありがとう。それじゃあ少女探偵ルベカちゃんの活動再開。では早速だが、今回はこの村で昔歌われていた子守歌について調べてみようと思う。私も幼い頃に聞いたことがあるはずなのだが、断片的にしか覚えていなくてね。子守唄なのに嫌な感じがする歌だった。村の中で聞き込みをして、この子守唄は知っているものを探してほしいんだ。ボッコ君、私の推理によれば昔のことはお年寄りがよく知っているはずだ。そこを中心に聞き込みをしてくれたまえ。はい、昔だって。ってことは、まあ村でしょうけど、孤児院とかじゃなかったっけ、違ったっけ。旅の者よ、お前さんもまた大きな目にやられて旅をしてきたようだな。その旅はまだ終わりを迎えてはいない。これからも多くの困難頑張ってるだろう。あ、違うか。なんか違う、ここら辺じゃないっけ。さてさて、あ、普通に印あったわ。なんじゃ、この村に伝わる嫌な感じがする子守唄についてわしに聞きたいじゃと。バーバサって。うん、それだけの話ではわからんな。普通の子守唄ならいくつか知っとるが。やってるね、ボコ君。私も聞き込みしていたのだが、残念ながら収穫はなかったよ。なんじゃ、ルベカの探偵ごっこか。子守唄について聞きたいとは何を調べているのやら。バーバサさんは声が聞こえるとか波に飲まれるとか、そういう歌詞の子守唄知りませんか。お、それはあの歌のことじゃな。ルベカが小さい頃に歌ってやったことがある気がするの。昔を思い出してちょっと歌ってみようかね。眠れ良い子よ、眠れ眠れ、今すぐ眠れ、眠らないと聞こえてくる。お前が死ぬと聞こえるあの声。こんな子守唄歌ってたの。
命の輝きが闇に飲まれると、だから良い子よ。名前を呼ばれるその前に眠れ、今すぐ眠れ。昔はよう歌われとったんじゃが、子供たちが気味悪がってのいつの間にか歌われないようになったんじゃ。お前が死ぬ命の輝きが闇に飲まれる、そうよ、この子守歌だわ。バーバさん、その子守歌について他に知っていることはありませんか。はて、これを歌ってくれた母が昔この村に立ち寄った旅の詩人が作ったと言っておったような。その詩人は世界を旅して回り、旅先で聞いた出来事なんかを元にして歌を作っておったらしいぞ。ということは、この子守歌にも元になった出来事が何かがあったってことよね。おそらくその詩人は、レーンの村の次は新たな歌の題材を探してジュレットの町にでも行ったんじゃないかの。それじゃジュレットのお年寄りなら、その詩人のことを知っている人がいる可能性があるか。うん、ちょっと頼りない情報だけど、ジュレットの町のお年寄りにも聞き込みをして旅の詩人のことを調べてくれるかな。私も行くけど、黙って出かけるとお父さんうるさいから外出許可取ってくる。僕は先に向かっててね。お、ジュレットだって。すげえ子守歌だな。ここだね、あの教会。これ当たったらまた腰が痛い。おや、なんじゃね、わしに用でもあるんかね。ほう、旅の詩人のことを知らんかと。でも一つ覚えてるぞ。昔町を訪れた変わり者の詩人の話じゃ。その詩人はろくに歌いもせず、人の話を聞いてばかりだったらしい。歌のネタ集めをしとったようじゃな。ところが次の町へ向かうときにネタを書いたノートを忘れていったんじゃ。うっかりさんな詩人もいたものよの。この教会がノートを預かってはいいが、必要なくなったのか取りに来なくてな。タンスの中に入れっぱなしになっとる。もはや捨てられるのを待つだけじゃし、持ってっても構わんぞ。タンスの中だって。これ?あれ?え、タンスってどこのタンスのこと言ってんの?これか。うん、もしかして何か手がかりを見つけたのかね、ボッコ君。ちょっと私に貸して読んでみるから。ジュレットの町、立ち並ぶ貝殻の家。浜辺に集う恋人たち、愛の歌、別れの歌、香る潮風、海の歌。ふむ、このノートには歌の題材になりそうなものが書かれているみたいね。あ、そういうことね。この真実いただきます。これは重要な手がかりを、よく見つけ出してくれたわ。これはお礼だから取っておいてね。はい。で、また来いってかな。これが例の村に来た詩人のノートなら、あの子守歌の元になった出来事も書かれているはず。それを見つければ。あったわ。レーンの村、興味深い話、死を呼ぶ少女、恐れる村人。名前を呼ばれて死ぬ村人、少女が使う死の言葉とは。が死ぬ、命の輝き、闇に飲まれる。これってやっぱりあれは空耳なんかじゃなかったんだわ。あのね、ぼっこ、変なこと言うようだけど聞いてほしいの。私の頭の中でね、時々女の子の声が聞こえるの。が死ぬ、命の輝きが闇に飲まれるって。なんだか気味が悪いし、ただの 空耳だって思うようにしてた。だけど古い村人名簿から女の子の名前が消されるのを見たとき、すごく嫌な予感がして、昔聞いた子守歌に頭の中の声と同じ言葉があったのを思い出したの。私の頭の中に聞こえるのは多分これ女の子の声なんだよ。なんて私に話しかけるの。この女の子は一体何者なの。村人名簿からも名前が消されるなんて、この女の子はどうなったの。これからはこの女の子のことを調べていこうと思うの。その時はまた力を貸してね。だけど今は早く家に帰って休みたいや。ボッコ君、またね。はいはい。ボッコ待っていたのよ。昔レーンの村にいたっていう死の言葉を使う女の子の話を覚えてるよね。私の頭の中にそれが聞こえたことも。その女の子のことを調べたいの。また助手をやってくれるよね。ありがとう。それじゃあ少女探偵ルベカちゃんの活動再開よ。これまでに得た多くの手がかりをもとに推理すれば、死の言葉を使う女の子と村人名簿から名前を消された10歳の女の子は同一人物の可能性が高いと思うんだ。私はこの女の子が事件に関係あると見た。そこで結婚式前後の状況を調べてみたい。結婚式のことは教会が仕切っている。一緒に教会で聞き込みをしてくれたまえ。あ、こっちだね。
ダーリアの結婚式について聞きたい。旅の者がなぜそのようなことを聞くのか見当もつかぬが、そこにいるニーブルに聞けばよい。村の結婚式のことは彼女に任せてある。私は私の務めを果たさなくては。ああ、これか。おや、あんた旅の人だね。こんな小さな村よく来たね。あ、ダーリアの結婚式について何か聞かせてほしいだって。うん、そう言われてもダーリアの結婚式は直前でやれなくなったからね。結婚式の案内くらい残ってるかね、探してみるから待ってておくれ。何分昔のことだからね、こんなものしかなかったよ。シビはどうかな、ボッコ君。お、手がかりが出てきたようだね。これは結婚式の出席者の一覧だね。あれで私のおばあちゃんの名前がある。関係は新婦側の親族。あ、そういえば私のおばあちゃんとダリアさんは姉妹だって話を前に聞いたような。あ、名前の消されてるところがある。これやっぱりあの女の子かな。確認してみた方が良さそうだね。ラージャ神父、この出席者の一覧から名前が消されている村人がいます。これは10歳くらいの女の子ですか。知らない方がいい。どうして隠すんですか。それはもしかしてその女の子が死の言葉を使う女の子だからですか。 ルベカ、なぜそれを。やっぱりそうなんだ。実は私の頭の中にその女の子の声、死の言葉が聞こえてくるんです。あ、なんということだ。今になってそんなことが起ころうとは。我々はあの少女のことを忘れようとした。しかしそれは許されぬことなのか。神を語れと申されるのですな。教えてくれますね。分かった。私が先代より聞かされた話を伝えよう。昔この村に赤子が拾われてきた。時が過ぎ赤子は10歳の少女へと成長した。ある日少女が村人の名を呼び死ぬと言った。数日してその村人が事故で死んだ。名前を呼ばれ死んでいく村人は一人また一人と増えていった。村人たちは恐れた。次に少女の名を呼ばれるのはと、自分かもしれないと。そしてレイグとダーリアの結婚式を間近に控えたある日のことだ。その少女はダーリアが死ぬと告げたのだ。人々の恐れは一気に怒りへと変わった。少女を捕らえた村人は無理やり薬を飲ませ二度と言葉を発せられるようにしたのだ。声を奪われた少女はその後村人たちによってどこか遠い地に閉じ込められたという。だが結婚式の前の日、少女は異例の浜に姿を現した。そして身を清めようと海に入ったダーリアの元へ駆け寄り、ダーリアを海に沈めたのだ。そんなダーリアさんはその女の子に殺されたってこと。あの、その子の名前は。それは言えぬ。その名を告げれば私の頭の中にも死の言葉が響くことになるやもしれぬ。ならせめてその子が閉じ込められたという場所だけでも教えてもらえませんか。コルト地方にある浜辺の洞窟の奥だ。今はもう誰かがいるはずもない。ダリアさんはやっぱり海で溺れたんじゃなかったんだね。だけどどうして10歳の女の子がそんな理由があってダリアさんを殺したりするの。私もっとその女の子のことを知りたい。でも今ある手がかりはその子が閉じ込められたっていう洞窟だけだよね。とにかくそこ行ってみようと思うの。コルト地方にある浜辺の洞窟だからね。私はちょっと家の掃除を頼まれてるから、それが終わったら行くね。ここまだ来てなかったね。浜辺の洞窟。まあ、すぐ近くだけど、レーンの村から近いんだけど。ああ、ガルバゴルバ、アイス。ああ、なるほどね。まあ、戦ったことあるモンスターだからね。ほとんど。とりあえずアイテムだけね、拾っていけばいいかな。ブラックパール。ブリザードとかいる。下手に序盤でここ来たら大変なことになるね。行ける場所だもんね。遅くなってごめんね。テーブルの汚れがなかなか取れなくて。そう、なんで魔物がいるの。このままじゃ調べられないよ。あ、そうだ。少女探偵ルベカちゃんにはボッコっていう優秀な上司がいたんだ。あの魔物を片付けちゃって。何もあっちしてないのにね。ブローム。じゃあボッコよろしくね。何にもしてないのに片付けられちゃう。あれより強いんか？古代土わらしより。ボーンプリズナーだよ、でも。なんじゃそれ。
何それ、呪われたりなんだろう。強いボーンフリーズなんだよね。パラディンが この間にまあ回復したりなんだよ。バーディングガードいいっすよね。強いね。まだ倒れないの？オッケーオッケー。うんうん、普通にラスボスより強くねこれ。さすがだねボッコ、頼りになる助手がいて助かったわ。ラージャ神父の話が本当ならあの女の子はここに閉じ込められていたのね。人がいた跡とかないみたい。手がかりは何も残ってないのかな。あれ、何かが。僕、こっちへ来て。うん、この辺り。なんだろう、よくわからないけど何かを感じるの。ひゃ。あわわわ。聞こえたの、あの女の子の声が間違いないよ。聞いたことある声だもん。それに、まさか、あれがあの子の名前だったなんて。うん、なんでもないわ。ラージャ神父の言った通りよ。あの女の子はここに閉じ込められていたんだわ。なんだかとても疲れちゃった。今日はこの辺りで終わりにしよう。ボッコだって魔物と戦ってきっと疲れてるはずだよね。一緒に来てくれてありがとう。ちゃんと俺は持ってきてあるんだ。受け取ってね。はい、さて。あの、特殊ボーンプリズナーだろうけど。それで私は例の村に帰るよ。続きは疲れを取れてからにしたいの。ボッコもゆっくり休んでこれから手伝ってもらうんだから。ああ、あんな目にあったのにまだ手伝わされるパラディン、ボッコさん。さて。ね、6匹だもんね。だからこれは、説明は一緒でしょうね。プラチナハンマー作成術とかあるけどね。あ、ボッコいいところに来てくれたのね。また私の助手を頼めるかな。ちょっとこの村にある孤児院に聞き込みに行こうと思うの。
孤児院を建てたバルチャさんにもいろいろ話を聞いてみたいのよ。一緒に行ってくれるよね。あ、ここか。私の推理によれば、バルチャさんに話を聞けば、あの女の子のことが何かわかるはずなのよ。はい。まあ、こんなんやった覚えなんだけど、ほとんど覚えてないからね。これか。ここはフィーア孤児院。わしは院長はバルチャというものだ。民の者が用あるとは思えんが。うん、わしに聞きたいことがあるようだな。遠慮などよりは何について聞きたい？フィーア孤児院。フィーア孤児院では身寄りのない子を引き取って育てているのだ。最近は大きな争いや災いもなく、孤児院に引き取られる子は少なくなっておる。今はコタースという男の子がいるだけだ。世話係として働いておるティーティーも、この孤児院だったかな？フィーフィーっていたよね。名前の由来。おお、名前の由来か。お前も良い名だと思うだろ。わしの母親がつけてくれたのだ。ウェリーの古い言葉で知恵のあるものという意味だそうだ。バルチャというのは。で、わしの名じゃぞい。では何の由来を言ったと聞きたいのだ？個人の名前の由来。なぜそんなことを聞く？それは、フィーアというのが死の言葉を使う少女の名前だからです、バルチャさん。ルベカ、なぜそのことを知っている？やっぱりそうなんだ。フィーア孤児院というのはあの子の名前から取った名前なんですね。ダーリアさんが海で溺れた原因を調べていろいろなことが分かったんです。死の言葉を使う女の子がこの村にいたこと、その子がダーリアさんを海に沈めたこと、私の頭の中に聞こえる言葉がその死の言葉と同じだということ。フィーアの声が聞こえるだと、そんなバカな。フィーアが閉じ込められたっていう洞窟へ行ったらまた声が聞こえました。来てくれたのね。私の名前はフィーアって。名前を教えてくれたってことは、私に何か伝えようとしてるんです。だから知っていることを教えてください。そうか、もはやわしが隠しても無駄のようだな。お前たちが知った少女の事件は全て本当にあったことなのだ。この村に埋もれた負の歴史だ。わしが知っていることを教えよう。フィーアの最後な。フィーアはこの村の者たちに殺されたのだ。そんなどうして？死の言葉を使うと恐れられ、心を閉ざしてしまったフィーアだが、それをかばおうとする者もがいたのだ。それがレグとその恋人のダリアだった。二人のおかげでフィーアはこの村で生活できていたと言ってもいい。フィーアもその二人だけには心を開いていたはずだった。だがフィーアはその恩を忘れてダリアに死の言葉を使ったのだ。しかも死の言葉が効かないことを悟ると次には自ら海に引きずり込んでダリアを殺したのだ。村の者は怒りに我を忘れた。一人また一人と武器を手に取りフィーアに襲いかかった。そんなひどい。それでフィーアは死んだ。その後どうなったんですか？ちょうどその時ダリアの結婚式のために祈りの宿から一人の神官が村に来ていてな。事情を聞いた祈りの宿の神官はフィーアの遺体を引き取りたいと申し出た。異を唱える者は誰一人いなかった。我に帰った村の者たちは皆自分のしでかしたことに恐れをののいていたからな。フィーアの遺体を抱いた神官はこの孤児院を訪れわしに言い残した。村の者たちはこの痛ましい出来事を時に流し忘れ去ろうとするだろう。だが同じ悲劇を繰り返してはならない。フィーアの名をこの孤児院に残し村の戒めとするがよいとな。神官の言う通りフィーアの名を残したが、この話を若い者に伝えることはしなかった。わしも忘れたかったのだ。わしもフィーアを襲った者と同罪だ。これ以上わしに語れることはない。村の人たちがフィーアを殺したなんて。でもそんなことがあったんなら村の人ばかりが悪いわけじゃないけど、フィーアがダリアさんを殺したのはやっぱり事実なんだし。でもどうして自分に優しくしてくれていたダリアさんまでますます理由がわからなくなっちゃった。もしかして逆に仲が良かったから？フィアはレグさんを好きだったんじゃないかな。ダリアさんと結婚したらレグさんを取られちゃうと思ったんだ。だからダリアさんを。でも10歳の女の子が本当にそんなことをしたなんて信じたくない。あのね、私祈りの宿へ行ってみたいの。もしお墓とかあるなら見てみたいし、何かフィアのこともわかるかも。お父さんが心配してるみたいだから、私ちょっと適当になだめてくるね。先に祈りの宿へ向かっててほしいな。なだめてくるね。こっちか。これ？お、要件外なら受けたまわりましょう。僕遅くなってごめんね。ここは私に任せて。リリーエ様、フィーアという名に心当たりありませんか？おう、セトリー村長のお嬢さん。ありますともありますとも、バルチャローが建てた孤児院の名前ですな。いえ、そうじゃなくて、フィーアという女の子のお墓がここにあったりはしませんか？そのような名の墓はここにはありません。一体何のお話ですかな？
ダーリアさんが亡くなった事件の頃、レーンの村でフィアっていう女の子がかわいそうな亡くなり方をしたんです。それは慰霊碑の逸話の時代のお話ですな。私がここに来る前のことですので申し訳ありませんが分かりかねます。何せ慰霊碑の逸話も当時の神官が残した日記を読んで知ったことですし、その日記にフィアって女の子のことが書かれていませんでしたか？いえ、記憶にありませんな。そういえばもう一冊鍵のかけられた日記がありましたな。しばしお待ちください。ルベカお嬢さんのお役に立つのならこの日記は差し上げましょう。ありがとうございます、リリエ様。この間ジュレリア地下廃校を通って巡礼に行った時、魔物に襲われ持っていた鍵束を取られましてな。この建物の鍵は新しいものに変えましたが、日記の鍵は読むものもらうんだろうとそのままにしておりました。なので日記の鍵はないのです。奴隷兵士という魔物が鍵束を持ったままのではないかと。この日記は当時の新刊のものならフィアのことも書かれてるはずよね。鍵がかかってるなんて怪しいし、迂闊に鍵を壊して日記の中身がダメになっちゃったら元も子もないわ。ここは僕の出番ね。ジュリリア地下廃校の奴隷兵士が今も新刊の鍵束を持って歩いてかも。そこに行って取り返してきてほしいの。私は例の村で待ってるから僕を頼んだわよ。はいはい。これだよね、奴隷兵士の。ただ一回も戦ってねえから。お、鍵束落としましたね。新刊の鍵束。はい、まああそこ敵強かったんでレベル50まで上げちゃいましたけどね。おかえりぼっこ、新刊の鍵束が見つかったみたいね。この日記に合うかがあるか探してみるから、新刊の鍵束を渡してくれるかな。はい。私の推理によれば、この日記にはフィアのことが書かれているはずよ。だから鍵がかけられたんだ。やった、開いたよ。この真実、いただきます。じゃあ早速読んでみよう。ちょっと量がありそうだけど我慢して聞いててね。今日、私は一人の少女を祈りの宿へと運んだ。レーンの村の者によれば、このフィアという少女は死の言葉によって多くの者を死に至らしめたという。だが、いかなり理由があろうと、こんな年倍もの行かない少女が村の者に手により、あやめられるなどあってはならない。私はまだ息のあった少女を死んだと偽り連れてきたのだ。お、私の回復呪文で今ならまだ助けられる。フィアは生きてた？少女の負った傷は解放へと向かっている。だが、その心は堅くなに閉じたままで、どうやら言葉も失っているようだ。調べたところ、薬を飲まされたせいと分かった。死の言葉に怯えた村の者の仕業なのじゃろう。この少女が人を殺したことは事実なのか。私の目にはこの少女の心は無垢で、汚れなき清水のように映っている。人々に酒へ包まれ、憎まれたままたった一人で生き続けることがこの少女の運命であるはずがない。フィアは言葉を失っていたが、死の言葉を持つ力は未だに彼女の中に潜んでいることが分かった。私は一つの仮説を立てた。死の言葉を持つその力そのものがこの少女を操るようにして悪事を働いていたとは考えられないか。この力を消すことができればヒーアは普通の少女として生きていくことができるかもしれない。私はあらん限りの方法を試したが、いずれも失敗に終わった。だが決して諦めたりはしない。あらゆる書物を漁って調べたが、死の言葉を消す方法は見つからない。時間だけが無常に過ぎていく。私はエナ諸島で最も多く海の神の力が宿ると言われる精錬の大滝に最後の望みを託すことにした。海の神の力がお借り、命をかけて祈りを捧げれば可能性はある。フィアを連れて精錬の大滝へ。祈りの儀式は失敗に終わり、私の心は絶望の淵に沈んだ。だが何よりも愚かだったのは、私は自分の感じた絶望をフィアにまで悟らせてしまったことだ。精錬の大滝を離れ、ブーナー熱帯雨林を歩いていたその時、不意にフィアがあらぬ方向へと走り出した。後を追った私が見つけたのは、ドルロイの滝へ身を投じたフィアの姿だった。フィアが、そんな。フィアの姿は激しい流れに飲み込まれた。必死に探したが見つけられなかった。もはや生きているはずなどない。私が殺したも同然だ。己の力を過信し、フィアにあまりにも深い絶望を与えてしまった。私はフィアを救えなかった。笑顔を取り戻すことができなかった。私に神官を務める資格などなかったのだ。ここで日記は終わってる。これってきっと村の人たちも知らないことなんだよね。
祈りの宿の神官はヒーヤを信じていろいろと助けようとしていたんだ。でもヒーヤは滝に身を投げて。ヒーヤは一体どんな子なの？悪い子なのか、それともいい子なのか、もう全然わからなくなってきちゃった。ダメだ、熱が出てきたよ。ヒーヤの足取りもつかめたし、一旦この辺でやめておくかな。助手をしてくれてありがとう。いつも通りお礼を用意してあげるよ。はい。用意してあげるよ。次、最後か。あれ、なんか足元が。ルベカが死ぬ。命の輝きが闇に飲まれる。今の声、ボッコにも聞こえたんだよね。ヒーヤはずっと私の名前を呼んでいたんだ。なんで私に死の言葉を使うの？ヒーヤはやっぱり悪い子なの？私も死んじゃうんだ。うわぁ、それはまずいね。なんでこんなことになっちゃったの？ヒーヤのことを調べたりしたから？怖い、怖いよ。死ぬの嫌だもん。ボッコごめんなさい。今日は帰って。わかった、帰る。ただいま。あ、僕はあれから私ね、いつ死んじゃうんだろうって考えたらすごく怖くて、夜も眠れなくて。お父さん、私のことすごい心配してる。私が死んじゃったらお父さん悲しみよ。嫌だよ、死にたくないよ。でもどうしたらいいかわからない。だって私、今私を殺そうとしてるヒーヤはとっくに死んでるんだよ。だけど私、このまま黙って死ぬのを待つだけなんて嫌だよ。だからできることはしておきたいの。ヒーヤが最後に向かった場所、ドルロイの滝に行ってみたいのよ。ドルロイの滝があるブーナーネタユリンってすごく遠いところだけど一緒に行って、僕をお願い。はい、ありがとう、僕を。ドルロイの滝の上流側行ってくれる？きっとそこから身を投げたんだと思うの。私帰ってこれないかもしれないから、お父さんお母さんと話してから行くね。僕を先に向かってて。はい、ルベカとフィーア。ね。ここだね。あ、なんか来た。母、やっと追いついた。こんなに遠かったなんて。ね、どこなの？フィーアが身を投げてた場所はどこ？この感じは。ここで何か感じる。この間の洞窟の時と同じだわ。ヒーヤ、ここにいるの？いるなら姿を見せなさい。お。ヒーヤ。ヒーヤなのね。だったら答えなさい。なんで私を殺そうとしてるの？何なの？ふざけないでちゃんと答えて。もしかして喋れないの？そうか、薬を飲まされて喋れなくされたんだったわね。幽霊になってもそのままなんて。でも何も聞けなかったら、ここまで来た意味がないよ。どうすればいいの？そうだ、私に乗り移ることはできる。私の体を使って話せばいいのよ。怖くない、怖くない。死ぬことに比べたら全然平気。あ、何これ、とても変な感じ。自分の中にフィーヤがいるのがわかる。来てくれてありがとう。私はフィーヤ。ルベカ、気をつけて。命の輝きが闇に飲まれる。よかった、喋れるみたいね。でも気をつけていてどういうこと？その死の言葉で、あなたが私を殺そうとしてるんじゃないの？違う、私は殺そうとなんてしてない。わかるだけ。死ぬ人がわかる。死ぬ人、命の輝きなくなっていく。私教えたかった。え、フィーヤはその人に死ぬことを伝えたかっただけなの？でもフィーヤは海に入ったダーリアさんを追いかけて殺したって。危険感じた。ダーリア姉ちゃん、見ているだけはもう嫌だった。だから海まで行った。じゃあフィーヤはダーリアさんを助けようとして海に？ダーリアさんを殺したのはフィーヤじゃなかった。それが真実なんだね。でもそれじゃあ私はどうして死ぬことになるの？私見えた。黒い影。恨み、怒り。ここから北の方にたくさんの木、大きな穴、その中。穴の中に私が死ぬ原因になる何かがあるというのね。奥に黒い影見える。何かわからない。確かめに行くしかないよね。原因が何だろうとそれを取り除けば、私は死ななくて済むかもしれないし。ねえ、ボッコ、フィーヤが教えてくれた場所がどこなのか探してみてくれるかな。私もフィーヤを追いかけるから、よろしく頼んだわよ。あ、ブーナー石。ここですね。まあ、近くにね、ちょっといい釣り場あったよ、上に。ここはフィーヤの行っていた場所なの？でも何にもなさそうだけど。危ない。お。いやー、なんか出てきた。おー、この匂い、この匂い、あの戦士の血の匂い。何なの、この気味の悪い魔物。
わざわざお前の方から出向いてくるとは、殺しに行く手間が省けたというものよ。え、私に言ってるの？私を殺すつもりってことを一体何が目的なの？わらが名は、ハオンリュウ。かつてこの島に君臨していた。だが、ウェディ族の戦士に敗れ、このような惨めな姿になり果てた。お前はその憎き戦士の血を引く娘、その血の匂いを忘れるわけがない。我が胸を晴らさずにはおられぬわ。私見た、この魔物がダーリア姉ちゃんを海に引きずり込んだ。この魔物がダーリアさんを？そうか、あの娘はダーリアという名だったか。七度知らなかったが、憎き戦士の血を引くウェディの女を海に沈めてやったのだ。愛する男と結ばれるその直前を狙ってな。なんてこと。男の魂は女を求めて永遠にさまよい、女は二度と男に出会うことはない。我が無念は晴らされたはずだった。だというのに、その女は男を見つけ出し、天へ登っていきおったのだ。おお、無念なり。だがこうして憎き戦士の血を引く者を再び見つけた。お前を殺して我が無念を晴らしてくれるわ。憎き戦士の血？あ、結婚式のリストに私のおばあちゃんの名前があったわ。ダーリアさんの親族だって。つまり私はダーリアさんと血がつながってるってことなんだ。この魔物にダーリアさんは殺された。レグさんが死んだのもフィアが死んだのもみんなこいつのせいなんだ。フィアが警告してくれなかったら私もこいつに殺されるところだったんだ。絶対に許せない。ねえ、僕をこいつをギタギタにやっつけちゃって。ふう、我を倒すだと、そんなことができると思っているのか。我が無念を晴らすまでこの怒りは収まらぬ。お前も身をもって知るがいい。今回ボス多いね。何気に探偵ルベカちゃんのクエストはボスが多いぞ。ハオンリュウね、こんなんいたね。そういえばね、まあ強いだろうな。とりあえず全部固めさせていただいて、でも神かな。素晴らしいね。バラモスゾンビみたいな感じだよね。でもね、ブレスはまずいのか。こんだけガードするってことは。まだパラディンガードあるね。そんなんやってくるんだよ。だってフーラも直してくれるでしょ、あんの。
怒らせて通常攻撃ばっかりだね。強いね、やっぱりね。MP がないね。クイーンオブハート。もういいね。今まで一番強いかこれ。あ、倒したんです。あ、まだ、なんで火柱、あ、MP がないのか。はい、うおー、体が崩れる。己のね、我が無念を晴らすまでは。うおー、やった、やっつけたわ。僕、お疲れ様。あなたのおかげだわ。それとフィアも。ルベカ、命の輝き明るくなった。じゃあ私が死ぬ危険はなくなったのね。よかった、私死ななくていいんだ。ダリア姉ちゃん助けられなかった。でもルベカは助けられた。初めて助けられた。嬉しい。死ぬ人は分かるのに助けられなくてとても辛かった。ごめんなさいフィーヤ。あなたのことをダリアさんを殺した犯人だってずっと思ってた。でも真実はそうじゃなかった。フィーヤはみんなを助けようとしていたのに誰もそれに気づかなかったんだね。もう遅いけどありがとうフィーヤ。最後のお願い聞いて。何でも言って、私にできることならどんなことでもしてあげるよ。レグ兄ちゃんとダーリア姉ちゃんのところへ私も行きたい。分かって、連れて行ってあげる。さて、ボッコ。今、フィアが言ったレグさんとダーリアさんのところってどこのことか当然わかるわよね。最後の推理はボッコにさせてあげる。場所が分かったらそこへ向かってくれるかな。この真実いただきます。はい。あそこに行くんだけど、こやつのボスの詳細を見ようか、まず。かつてウェナー諸島に君臨した竜の魔物の慣れの果て、自分を倒した戦士の血を引くルベカの命を狙っていた。ウェディの戦士によって倒された彼の体は海に落ち、やがて骨だけとなったが、その怨念は消えなかった。ここじゃないの、異例の浜。あ、なんかいるし、見えないし、なんだ、何が痛いな。しましまキャットか、邪魔するでない。できやがれ。ウェディでやると最初ここ来るんだよね。来てくれたね、ボッコ君。そう、ここがレグさんとダリアさんが眠る場所なんだよ。
フィア、見える？この慰霊碑はレグさんとダリアさんのために建てられたものなの。レグさんとダリアさんはずっと離れ離れになっていたんだ。でも今は一緒にいるはずだよ。見える？レグ兄ちゃんとダリア姉ちゃん。二人もこっちを見てくれてた。私行かなくちゃ。フィアのこと絶対に忘れないよ。あなたが私たちにしてくれたことも、村の人たちがあなたにしてしまったことも。あなたのこと全部忘れないから。ありがとう、ルベカ姉ちゃん。ありがとう、ボッコ姉ちゃん。さようなら。さようなら、フィア。行っちゃったね。以上でダーリア事件の真相は解明されたわ。真犯人も裁かれたし、完璧に事件解決だね。これで私が結婚することになっても村に何か起こったりしないはずだわ。早速婚活に励まなきゃ。忙しくなるから少女探偵ルベカちゃんはしばらくお休みにしようと思うの。今までありがとう、ボッコ君。あなたのおかげで少女探偵ルベカちゃんは数々の難題を解決できたわ。これ今までのお礼だよ。頑張って用意したから受け取って。おい。いいね、ブルーオーブ。頑張ってブルーオーブ。まあブルーオーブもいいけどね。クエストは全部埋めないといけないからね。フィアは二人に会えるかな？うん、絶対に会える。だって私の推理によれば、これから三人はずっと一緒に仲良く暮らしていくはずだもん。この真実いただきました。ほい。お父さん気が気でない。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。よしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。